芥川城は大阪府高槻市にある日本の城跡同じ高槻市にある野瀬頼常が築城した山城も芥川城と呼称されている。現在では便宜城、戸の町周辺にあった城、芥川城、三好山にあった城、芥川山城と区別している。芥川城はいつ頃築城され、いつ頃廃城になったのかは明確にわかっていない。 古文書に芥川城と明記されているが、三好山にある芥川山城を指している場合もあり複雑にしている。また芥川山城の築城後、平時の館として活用されていたこともあるが、その後の経過については不明である。遺構はほとんど残っておらず、石碑と小さな祠らが残るのみとなっている。推定地は芥川橋から京都方面にまっすぐに伸びていた。 西国街道が現在の芥川2丁目付近で急に北に折れ曲がり、芥川3丁目付近で再び西に戻ってくる不規則な街道になっていることから、城を避けて西国街道が作られたと考えられており、JT の医療総合研究所を中心に、芥川町に3丁目及び殿の町が推定されている。芥川城は芥川市によって築城されたと思われている。 芥川氏の本拠地は平安時代の芥川塾であり、鎌倉時代には幕府の御家人となり、この前後に築城したと思われている。高津騎氏によると芥川氏は非開発領主型の武士であっただろうとしている。その後、芥川氏の成長とともに城も拡大を繰り返し、南北朝時代には相当な地域へ拡張したと思われる。しかし、王仁の乱で、 芥川氏は、西軍の軍門に降り、その後説国人一揆が、細川政元による鎮圧でこの地域の国人が、没落した影響からか、芥川本家は、歴史から名を消してしまう。ところが、その細川政元が、遠徳2年12月に、芥川を訪問すると、芥川周辺の本所領から強引に人足を、付加して、建物を築いたとする記録も存在しており、 芥川城関係であった可能性もある。再び芥川の地を、細川高国の命を受け、のせよりつねが再建に動き出すことになる。栄翔13年には、芥川山城を築城し、芥川城は、平治の館として活用されていたという説もある。五方公陰性下記、炎徳3年正月25日城、摂津芥川近辺律や、応募処本所領。 天野忠之、津における、地域形成と、細川慶長や、増保版戦国記三好政権の研究 ISBN978 から4から792410391。ありがとうございます。